甲板から来る奴らを止めてくれ。風間さんと遥ちゃんは俺が責任を持って逃がす。Yeah!
か投げ込んだりキリュウさん大丈夫おじさん、はあ、少しヒヤッとしたかな。やっと会えたな、キリュウ。それと、風間。こそこそしやがって。しまん。寺田藩、あんた、錦山裏切ってわしにつくふり見せてたけどな。そんな裏の裏まで全部お見通しや。ずっと見張らしてもろってましたわ。お前らといい、錦山といい、ほんま、脇が甘いわ。ガキはもらっていくで。お前らはここでしまいやけどな。島のよ。なんや。おめえさんも相当脇が甘いぜ。ああ。なんや。おやじ。おせえぞ、柏木。もうすぐクリスマスですしね、屈強なプレゼントをお持ちしました。キリュウ、ずいぶん苦労したみてえだな。柏木さんこそ。なんや、風間組はやる気みたいやな。よっしゃ、血の汗ぶらしてるわ。Yeah!
これまでだ、島野。盗んだのは弓と俺とセラなんだ。百億は神宮の金だ。奴は登場会を使って闇の金を洗ってた。マネーロンダリング。そうだ。俺は奴を失脚させるためにその百億を、そして由美はその計画に志願したんだ。由美か。アレスに急げ、カズマ。由美が危ねえ。アレス、
アレスに弓か。そうだ。それからこれは三代目の遺言状だ。終わったな。ええ、ありがとうございます。本当にこれでよかったのか。神宮と手を切るには奴が裏で溜め込んだ100億を取り上げて失脚させるしかありませんから。そうか。でもこのままじゃお前も危なくなるぞ。いっそしばらく身を隠した方がいい。おい、確かに島根や錦山あたりは跡目狙って動き出すでしょう。だが俺は東条会の三代目、逃げも隠れもするつもりはありません。お前、もしもの時のために遺言を預かっちゃもらえませんか。東条会の未来がそこにある。はい、カズマ、俺はお前に謝らなきゃならないことがある。許してくれカズマ。お前の親を殺したのは俺なんだ。ひまわりは俺が親を殺した子供のための施設。いいんだ、いいんだ、おやさん。俺にとっちゃおやさんが本当の本当の親父でした。